シャネル SA は、ここシャネルが起こしたファッションブランドおよび同ブランドを展開するフランスの企業、レディース商品を中心に展開しており、服飾、化粧品、香水、宝飾品、時計と展開分野は幅広い。現在は、フランス人の大富豪、アラン・ベルテメールと弟のジェラール・ベルテメールによって共同所有されている、ウーマンリブ的な古い価値観にとらわれない女性像が、 ブランドポリシー、模服用途であった黒い服を、リトルブラックドレスとして広範的に広め、また自立した働く女性のためのジャージ素材、ツイード素材のスーツを打ち出すなどファッションの歴史を次々と刷新していった。創設者ここ、シャネル・シャネルの香水、ナンバー5銀座シャネル1909年、ここシャネルが当時交際していた、エティエンヌ・バルさんの援助により、 パリ17区マルゼルブオー通り160番地に女性用の帽子店を開業する。1910年、パリ1区間本通り21番地にシャネルモードという帽子専門店を開店した。1913年、リゾート地道ビルに第1号のモードブティックを開店。続いて1915年、ビアリッツにメゾンドクチュールをオープンして、シャネルはオートクチュールのデザイナーとして、 本格的にデビューする。1916年に第1回、シャネルオートクチュールコレクションを発表。安く、シンプルで着心地が良く、無駄のない、ジャージ素材を取り入れたドレスが話題となる。1921年、本店を看板通り31番地に移転。調講師のエルネスト棒により、シャネル初の香水、ナンバー5を同年の5月5日に発売、数字の 日本に縁起を担いで発売をこの日にしたと言われている。死亡族アルデヒドを大胆に使用した好調で話題となる。ナンバー5の名前は試作品番号から取られた。1939年9月の第二次世界大戦の勃発とともに、香水とアクセサリーのブティック以外の全店を閉鎖。パリの開放50年を経た1954年になって閉鎖店舗が復活。 カンボン通りの店を再開し、オートクチュールコレクションも復活させる。1970年、香水、ナンバー19を発表するが、翌1971年、住居としていたオテルリッツで、シャネルが死去した。シャネルなき後のメゾンは、1975年頃から1983年まで、彼女のアシスタントデザイナーだった、ガストンベルテロ、ラモンエースパルザ、後に、 イボンヌ・デューデル、人員ゾー・ボンらによって引き継がれる。しかし、結果としてメゾンは、低迷期と評される時期に入る。1978年、プレタ・ポルテのライを新設。1982年、カール・ラガーフェルドがデザイナーに就任。翌年1983年からコレクションを発表。シャネルのスタイルを守りながら、時代の空気を取り入れた、新しいシャネルを提案し、 創業者なき後の低迷からブランドとしての最高を果たす。2000年代以降はメティエダールコレクションと呼ばれる職人の手仕事にフォーカスしたコレクションを開始、オートクチュール、プレタポルテ、クルーズコレクションで年間6回のコレクションを発表している。2019年2月19日、30年以上にわたり、シャネルを率いたカール・ラガーフェルドが死去。公認には、 彼の右腕として長年働いてきたビルジニービアー R が就任した。製品の大多数は自社工場で製造されているが、サングラスメガネフレームはイタリアのルックスーティカ社がライセンスを受けて生産している。20世紀末期に買収した、領重会のトップブランド EN、ホラントホラント社を参加に有する。シャネルは1924年に模造宝石を使った。 ビジュファンデジの発表後、1932年本物のダイヤモンドを使ったハイジュエリーラインを発表しており、1939年に店舗を閉鎖した際もアクセサリーラインを扱う店舗は残していた。1990年代後半に新たなデザイナーを迎え、ファインジュエリーの販売を開始した。他のハイブランドと同様に商品ごとに違った CM キャラクターを起用している。 キャラクターとなる人物は、欧米の人気モデル、女優が中心。また、デザイナーのイメージを具現化し世間に広める、イメージモデルをミューズと呼ぶことがある。ミューズは、商品ごとのイメージモデルとは違い、ブランド自体のイメージモデルである。1980年代には、イネス・ドラ・フレ・サンジュ。1990年代には、クラウディア・シファー。2000年代は、アンジェラ・リンド・バル、ダリア・ウェーボイ。 クレジャベ・ハラを頻繁に広告起用し、コレクションの常連ステラテナントにおいても、シャネルのミューズと呼ばれている、2016、2017年のブランド CM には、小松菜奈が起用された。1994年、シャネルブティック本店を開店。ついで1996年に、大阪市、震災橋店を開店。震災橋店が日本において、 当時最大の店舗であったが、2001年に東京、表参道店が開店し、こちらが日本最大となった。2004年12月には、銀座3丁目に、期間店となる銀座シャネルビルがオープンした。店舗以外では、千葉県船橋市に、日本をはじめとするアジア市場での流通、開発拠点となる、コーポレートオペレーションズセンターが立地している、メディア、広告関連の事業を担当する、 代理店は ADK。日本法人の代表はリシャール・コラスで、フランス本国では作家としても知られている。商品の輸入総代理店は以下の通りである。ありがとうございます。